支援者の前に姿を見せたのは午後11時過ぎ。厳しい表情でひたすら頭を下げます。目頭を拭う仕草も。ご期待にお答えできなかったこと、また応援してくださってた方が離れてしまったこと、一重に一重にこれは私の不徳のいたすところでありまして、心からお詫び申し上げます。自民党の前職、和田義明さん、対立候補につけられた差は2万票以上。義父の時代から強固な地盤に支えられた町村王国が崩壊した瞬間です。改めて道内の候補者の中で唯一の裏金問題の当事者、990万円の政治資金収支報告書への不記載が判明し、党公認こそ得たものの、比例代表での重複立候補は認められませんでした。どこに行ってもお詫びから始まる異例の選挙戦。万歳！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 その和田さんから議席を奪ったのは立憲民主党の池田真紀さん。国政復帰も3年ぶり、4度目の挑戦にして初めての小選挙区での勝利。今朝は自身の当選を報じる新聞に笑顔も見せましたが、今回裏金にスポットを当たりましたけれども、お金の使い方っていうんでしょうか、そういったところと国民の暮らし、庶民の暮らしのギャップが大きすぎて、そこに対する怒りだったんじゃないでしょうか。裏金を言うなっていう風も来たんですよね、私の方にはね。そうすると評判悪くなるからみたいなこと来たけど、でも5区で言わなくてどうするのって思ったので、はい、負けずに言いました。はい、おはようございます。いらっしゃい。不信だらけの政治を信頼できる政治に、すでに池田さんも走り出しています。古い政治の決別っていうところのまさに第一歩、スタートラインっていうところだと思います。本当の自治っていうのをね、ここから作り上げていくっていうところに立てたというふうに思ってます。長年代々守ってきた議席を失った和田さん、2024年10月28日、今日が県土朝来の最初の日です。もう本当に自分自身としても応援してくださった皆様方としても、多分本当にやりきったと思います。もう完全燃焼したと思います。本当に多くの方々から声かけていただいて、やはりこのところはですね、その思いを大事にしなければいけないなと。その思いに応えるには私自身として何ができるんだろうということをですね、まずはこれから考えていきたいと思います。繰り返される政治と金の問題、蔓延する政治不信をどう解消するのか。北海道5区の戦いは一つの答えを出したと言えそうです。この北海道5区というのは、いわゆるこの町村王国と言われました。これまでの北海道の歴史もそうですし、今回の歴史を振り返ってもこの結果っていうのは大きいですよね。そうですね、非常にこう保守票が強いところであったがゆえに、それにずっと池田さんに勝ち続けていましたよね、和田さんね。そういったところで非常に衝撃的な結果でございましたね。そうですね。そして北海道選挙区全体を振り返ってみても、今回は立憲民主党が圧勝という形になりました。振り返ると2009年の当時、民主党の政権交代以来の勢力拡大ということですね。で、一方で投票率、先生注目されていましたけども、非常に今回低かったです。そうですね。で、普通というか今までですと投票率が低いと与党に有利であったというところで勝つんですが、今回は投票率下がったのにもかかわらず与党が大敗したというところが大きな特徴ですね。はい、その理由というのは何が考えられますか。自民党の支持層が、はい、ある投票所に行かなかった、あるいは行ってもですね、他の党に
非自民の候補にこう入れていたということが考えられますね、はい。その数字にも表れています。こちらがまあ出口調査による自民党支持層がどこに投票したのか、6割強しか結局支持を集められなかったということですね。さてこういった結果になりました。全国でも与党が過半数割れ、この後まあどうするべきなのか、先生にポイントをまとめてもらいました。はい、国会のこの宿題ということです。はい、投票率が低かったということで、政治不信というのはまだこれ終わっておりません。当選してみそぎが済んだというわけでもありません。落選して決着をつけたというわけでもこうありません。これを信頼回復のためにはですね、金の問題のこうルールをですねきちっとこう厳格化していただかなきゃいけないということ、さらにはですね、生活の問題、物価の問題をこう対処して生活保障をどういうふうになっていくのか、選ばれた国会議員が全てのですね与野党問わず国会議員がこの問題にどうやって対処していくのかというのを我々見届けて、いかなければなりません。まさに今日がスタートということになりますね。北海道大学の山崎教授でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。